上、はい、上智智子子さん日本共産党の上智子でございます、えっと、まず、先日の所信、ね、に対する質問のときに、やり残した問題がありまして、農業委員会の公選制の廃止論について、最初にお聞きをしたいと思います。で3月2日付の日本,農業あ違う日本経済新聞で、えー、政府の規制改革会議などで議論をして、まあ、6月にまとめるう農政改革の柱の一つに、 農業,委員会えー、農業委員会法改正案が提出されようとしています。いわゆる公選制の廃止という報道がありました。で私はのそもそもですね、この農業委員会というのは、農地の権利移動や転用などについて、許認可の権限を持つ行政、えー、委員会でありまして、農地の番人と、 言われてて、まあ、重要な位置づけをを持つ存在だという,ふうに認識をししきましたで委員の大半が、ですね農民の選挙で選ばれ、国や自治体の意見を反映させることが、法律でも認められた、まあ、農民の代表の機関として、大きな実績を積んできたというふうに思っています、でそれに対して、ですね農業委員会は利害関係者の集まりだなどという攻撃がされて、その存在と役割を否定する改革論が唱えられています。 で農業委員会が日本農業を支えて、まあ、苦労している農家の利益を守って、地域を守るために活動するというのは、これ、当然のことだと思っていて、その本来の役割を果たすことで、一体何が悪いのかなというふうに言いたくなるわけですけれども、農水大臣としてです、ね、この農業委員会攻撃に対して、見過ごせるのかというか、許せるのかなというふうに、まずそのことについてお聞きをしたいと思います。 林林農林水産大臣えまあこれ、日経新聞の報道でございます、私もあのその報道は見ましたけれどもです、ね、えー、農業委員会の在り方については、まだあの規制閣下会議で検討が行われている途中でございます。であの自民党においてもです、ね、農業委員会、農業生産法人に関する検討 PT、えー、が設置をされまして、えー、西川衆議院議員があ委員長。 それからここにおられます,です、ね、野村委員長、山田敏夫理事が常任幹事ということで,です、ね、ご検討を始めていただくと、まあ、こういうことでございまして、今からまあ検討が行われるということでございますから、報道にあるようなです、ねまあ、方向性が定まっているというわけではないということをです、ね、申し上げておきたいと思います。 であの農業委員会の在り方は、ですね、まあ、農業の発展に、まあ、委員からもお話がありましたが、するということが旨でありますから、やはり農業者等のです、ね、関係者のご意見を伺って検討していくと、まあ、これが大事であるというふうに考えております上智子さん、まあ。当事者や関係者の、ね、意見をしっかり踏まえてっていうことだっていうふうに今おっしゃいましたけれども、それであれば、ですねやはり規制改革会議で、まあ、企業を代表する委員の身勝手なですね、 改革論に対しては、農水大臣としてはきちっと批判するところはするべきじゃないかなと思うんです、で農水省のです、ねまあ、調査も、ね、やられているようで、いろいろアンケートも取られたようですけれども、それも見ましたけれども、やっぱりあの体制がです、ね、弱まっていて、本来果たすべき機能を果たせていないというところもありますし、あの一定のやっぱり改善が求められる側面もあるということは事実だと思うんですね。ししかし農業委員会が これまでも農農業者ののたための農地制度を守ってきたとこれは確かだというふうに思うんですね。私もあの何人かの方はごぞ、知ってますけれども、ここの委員会でもね、あの農業委員の方に来ていただいて、いろいろ努力を報告していただいたことありますけれども、やっぱり地域を守って、いかにその農地を農地としてです、ね、存続し、の地域を成り立たせていくかということでは、本当にあの頑張っておられる姿もあるわけです。ところががそれがです、ね、その農業員の、ね あの活動があたかも農業を悪くしたかのように描いて、変更するっていうようなことが言われてるわけで、それに対してはです、ね、やっぱり偏見や誤解を招くような乱暴な議論については、黙認せずに、むしろ農水大臣としてです、ね、農業委員会の役割、意義を、ね、しっかりアピールするべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 林林農林水産大臣えまあおっしゃるとおりだと思いますあの。アンケート調査に触れていただきましたが、確かにあの委員がおっしゃるようにです、ね、この農業委員会の活動状況に対する評価。 というのはです、ね、農業委員会の事務局は7割がよく活動しているということになっているんですが、このそれに対して農業者はです、ね、3割がしかまあよく活動しているというふうな答えがないと、まあ、こういうことでございます、いろんなところによってです、ね、やはりご意見のある方いらっしゃいますので、やっぱり基本はこの現場のご意見をです、ね、踏まえて、現場のために何がベストなのかということをしっかりと議論してもらうと。これが一番大 大事だと思っておりますので、そういう観点で対応していきたいと思っております。上智子さん、あの今、農水大臣も触れられた。このあの行われたですね。調査アンケートで、あの農業委員会のあり方に対する農業者の意見っていうので概ねですね。よく活動していると。 いうあのの農業委員会事務局とか市町村 JA とかです、ね、都道府県先の出先の機関とかです、ね、あのこういうところはよく活動していると言っているんだけども確かに農業者のところはあの見えないという意見が多いというのが、ね、東京新聞でも書かれていますけどで私はあの、農業者がやっぱりよく見えないということは実際にあのやっぱり地域で自分の,その農業経営そのものだけでも精う精一杯なわけですよ。 でそういうい中で農業員の人は自分の経営もやるけども同時に全体の、ね、立場にも立ってもやるんだということですからあの農業員やられている方は大変な忙しさの中で努力をされているわけですけども、やっぱり一人一人が精一杯やっている農家から見ると、ね、確かに見えづらいというのはあるんだと思うんですだけど、このアンケートを見てもおおむね、まあ、機関だとか農業委員会事務局なんかはあのよく活動していると言っていてであのその意見の中でですね えと不満があるっていうところがあって、その不満の理由のところで、最初に、一番最初に出てくるのが、農地の集積などの農家の働きかけが形式的だっていうのがあってね、でなんでそういうふうになってるかっていうのが次にあって、それ見てきますと、その一番多いあの理由のところが、農業委員会事務局の人が人手が不足しているというのが出てくるわけですよ。だやっっぱこう手が回って,ないっていいなうね あの東京新聞がまとめて書いてあるのを見るとあの、全国で農地転用だけでも年間6万件以上の申請が出されていて、業務の処理で手一杯と、人員不足を課題に挙げているっていうふうになってるわけですね、だからやっぱりそういうところがね、もっとちゃんと手が入れられなきゃいけないんだけど、この間はやっぱりこう。 なんていうかな削減してくる方向に来たってことがあって、ですねやっぱり本来の役割を果たせていないというところに、大きな問題があるんじゃないかということをあの感じているわけです、もう実際の、私なんかも北海道で、あのこうていうか、砂利かなんかの,あの取る、ね、業者が来て、あの勝手にこの掘って、ですねで埋め戻ししないと。 でそこの地域にいるからこそ気が付くから農業用の人がパトロールしてです、ね、ここ本来、ね、誰がやったのかと埋め戻さなきゃいけないんじゃないかとで責任者は誰なんだということでちゃんと意見を提示してちゃんと元通りにさせるということをやったりとかです、ね、参拝業者がです、ね、ある場所で不正にこの申請を上げてね ここでトマトを作るからね土地を借りるんだと言って入ってきたけども一向に使わないでですねこのゴミを捨てていくということなんかを放置することできないわけだからそれでやっぱりそこにいるからこそね気が付いて意見を申し立てるということでですねやっぱり非常に大事な役割いなければ困る役割を果たしているというのがその実態だと思うもんですねですからぜひです、ね、あのそこのところはもっとアピールをする必要があるんじゃないかと思っていると。 それで昨年の臨時国会で成立をした農地中間管理機構では、農業委員会の農地に関する権限の一部を奪う改革がすでに具体化をされましたで、公選制を基本とする農業委員会制度の解体というのは、これ、戦後民主主義の措置に対する重大な攻撃だというふうに思っています、でむしろですねやっぱり農地の番人、耕作農民の代表としての農業委員会の本来の役割が発揮できるようにすることこそがですね、 今後農水省としてもです、ね、政府としてもあの欠かせないことじゃないかと思うもんですけれども、一言大臣お願いします林農林水産大臣あの。まずはこのアンケート、よくあの読み込んでいただきまして、本当にありがとうございます。あのこれを見てわかるように、いろんな立場の人がです、ね、かなりいろんな質問について、答えが違ってるんですね。えー、したがってあの こういうことも参考にしながらです、ね、どの立場で見るとどういうふうに見えるかということも、重々、頭に置いてです、ね、検討していかなきゃいけないと、こういうふうに思っております。で、あの農地中間管理機構の話は、ここで、えー、委員からですね、あのご質問いただいて、お答えをしたところでございますが、農地中間管理機構というのは、いわゆる公的主体でございますので、えー、この民、 民と民というか、その公的主じゃない人同士の間の権利の移転ということとは別の性格のものであるという整理をさせていただいて、まあ、農地法の基本原則と整合性を取ってです、ねまあ、やらせていただいたということを、そのときもご答弁させていただいたと、こういうふうに思いますが、まあ、そういう考え方でしっかりやっていきたいと思っております上智子さん。 あの私はもう実質的にはですね現場ではやっぱりいろいろ計画を作る際にも実際上よく分かっている農業員の皆さんの意見を聞かないとやっていけないということがね実際には現場にはあってでやっぱり、これ、高専生,生じゃなくてあの中間管理機構のときにあの今までは意見を聞くのは必須だというやつを外してね聞くことができるってしたわけですけどもねこれ自身はやっぱりね元に戻すべきだという,ふうに思っているということを申し上げておきたいと思います。 えでちょっとその上に立ってです、ね、ちょっと話、あの今日の質問の中身として、えー、本来あのしようと思っていた中身についていたしますけれども、えーと、怪獣被害、とりわけ都道被害についてお聞きしたいと思います。で今年の2月に、北海道で都道被害の対策緊急集会が、あの主に日本海側です、ねえー、の19の漁協から100名以上の方が参加して行われました。 ちょっとこの大規模にやられたというのは、私も初めてだったんですけれども、それで、苦情等数の拡大、強化網実施試験の継続などを要求しています、であのまあ、隣の小川あの委員もです、ね、参加をされていたし、あの今いらっしゃらないけど、横山政務官も参加されていました。あごめんなさい、<laughs> ごめんなさい、そこにいた,かった、<laughs> それで、あの漁協からはですね、二シ漁でね、 1一隻の船があのトドの囮りになって走ると、海の上をですね、それでそ,のそこを狙ってトドが行くところを合間を縫って、ですね2隻の船で魚を捕るというような、ですねいろいろ学習能力が高いので、いろんなことを工夫しながらですね取り組んでいて、とにかく必死なわけです、でトド被害に苦しむ訴えが続きました、以前あの、私も石狩湾に行ったんですけど、トドは水揚げ量の3分の1以上も魚を食べると。 それで被害に遭うことが分かっていてね、漁に出られないという訴えを聞きました、海獣被害額は約24億円で、まあ、後継者もこのままだったら育たないと、で漁業者にとっても、漁村にとっても大変な問題だということなんですね、でまあ、絶滅危惧種ということであの、捕獲等数を設定をして駆除しているわけですけれども、この駆除数が少なくて、漁業被害が収まっていないと、それで環境省がですね、 平成24年に絶滅危惧2類から準絶滅危惧に変更しました、まあ、ランクダウンをしたわけで、それを受けて水産庁の対応についてどうしているかということをお聞きしたいと思います本川水産庁長官。 あの都道の資源につ,あのにつきましては、資源の減少を受けて平成6年より捕獲頭数の上限を設けて保護を図ってまいりました、でこの捕獲頭数の上限につきましてはあの、私ども有識者の意見を踏まえて、えー、毎年の目視調査などに基づき、来遊個体数を推定いたしまして、えー、PBR 法といわれるあの非常に保護的なです、ね、方法により設定をしております。保護的なと申しますのは例えば個体数 数を推定して、それに一定の計算式の下で、捕獲頭数を出すんでありますが、あの例えば幅で5000頭から8000頭というふうに目標されておられる資源量の、その一番下の5000頭を使うといったようなことをですね、あのやったり。 あるいはその保護されている状況に応じましてです、ね、一定の係数、0.1、0.5、1.0といったような係数をかけるといったようなことで、非常に保護的な方法で,です、ね、設定をしておりまして、まあ、その結果といいますか、4000頭から8000頭推定されている個体数に対しまして、257頭の捕獲枠ということになっております。ご指摘のように、あの環境省のレッドリストにおいてです、ね、絶滅危惧2種から、準絶滅危惧種に、 ダウンリスティングされたわけでございまして、平成24年ですね、他、え、方、ー、近年、漁業被害が大きくなっているということでございますので、今後は都道の保全に加えまして、ですね、えー、漁業被害の低減も重視をして、捕獲頭数の上限が設定できるよう、計算方法の見直しを行い、捕獲頭数が増加できるように見直してまいりたいと考えているところでございます上智子さん、まあ。漁業被害を見るという立場で やっていくっていくととううことだと思うんですねそれで北海道では、ですニシン漁が盛んだったわけですけれども、まあ、大きく減少して、それで資源回復をするための稚魚放流事業がずっと行われてきました、で漁業者は稚魚、まあ、を放流しても成長して帰ってきたニシンをトドに食べられてしまうと、で漁網にかかったニシンをまとめて捕食するというね。 あのことが言われているわけです。で陸上の鹿などの被害を防止して、個体数を管理するための技術が確立されているんですけれども。都ではあの海の中なんですけど、技術は確立されているんでしょうか。本川水産庁長官。あのご支援通り、改正哺乳類でございますので、海の中を自由に泳ぎ回るということであります。したがって、あの鹿やイノシシなどの対策で使われているですね。侵入防止策の一定な。 ものをなかなかか使うことととにはまいいいらないというここでございますこのためこれまで被害防止のために追い払うということそれから駆除をするそれから漁具被害が出たときにそれを軽減するこの3点について対策を講じてきておりますで具体的には追い払いにつきましてはあの音や光による機避手法の開発を行ってきておりまして、えー、十分な効果が得られなかったために今年度からは地域の漁業者が連携して一斉に花火団などで威嚇して追い払う取り組みとか をを使った追い払いい払進めているところでありますそれから駆除につきましては、今年度から離島と本島側で、こういったかつ同時にハンターによる駆除を行うということで、都ドに逃げ場所を与えない、従来は本島側でそのハンターがやるとです、ね、離島の方に逃げるとで、離島に行くと今度は本島に逃げるといったような、非常にご指摘のように、学習効果の高い動物でございますので、そこを一斉に駆除するというようなことを、 やろううととしししてててておおりりまますす先ほどご指摘のあったた捕獲等数にについいいいもです、ね、見直き考えておりますそれから3点目の漁具被害の軽減対策につきましては、今年度から強化差し網、これの大規模実証試験を行っているところでございまして、漁業者の方からご希望のある差し網すべてをです、ね、配布、差し上げることによって、実証を行い、都度が網を破るといったようなことの被害が少なくなるようにです、ね、努めてまいりたいと考えております。 上智子さん、はいえーとまあ、漁業者がです、ね、水産資源を管理しようと思っても、都ドに食べられてしまうために管理できない実態だと、でこのままでは漁業経営が成り立たない、まあ漁、漁村の将来も危惧されているわけです、で今、ずっとお話しいただいたように、水産庁としてです、ね、この駆除の拡充策や強化網あの,の実証試験などであの努力されているわけですけれども、やっぱり産業も地域も大きな打撃を受けている状態ですよね。 で所得の減少など、まあ、都道被害に対する所得保障や、漁業の多面的な機能を重視した所得保障を検討するべきではないかと、そういう要求もです、ね、要望も出されているんですけれども、いかがでしょうかこれ大臣にお願いします林農林水産大臣、えー、この都道による被害、これはあの北海道の日本海側の漁業者の方がです、ね、最も受けていらっしゃるわけでございます。 まあ、昨年、大臣就任してすぐの頃にあに、それこそ横山政務官がまだあそこにいらっしゃってです、ね、質問を受けて、まあ、一度見に行きたいなと思っておりながら、なかなか行けておられないわけですが、この漁業被害に加えてです、ね、都度によるですね鮭の来遊量の低下、それからあのスケトウダレやホッケの資源の悪化と。 この辺がまあつながってるのかつながってないのかということもあるわけですが、いろんな意味で大変厳しい状況にあると認識しております。したがって今、長官からありましたような、この被害防止対策としてです、ね、捕獲の対策を進めるとともに、捕獲投資の見直しも行ってまいりたいと思います。でさらにあの北海道、地元漁連とも相談しながら、浜の活力再生プランによる漁業・漁村再生プロジェクト、それから儲かる漁 漁業創設支援事業、沿岸漁業版、えー水面、水産多面的機能発揮対策、こういう施策を有機的に、えー、この使ってです、ね、地域漁業の活性化に向けて努力をしていきたいと思っております上智子さんあの、まあ。陸の被害と違ってです、ね、海中の被害を防止する技術というのはまだ確立されていないと、で漁業共済積立プラス共済の枠組みなんでね、これを出るものにはならないわけですよね。 でまあ、北海道で緊急集会をやってまで,です、ね、訴えなきゃいけなかったということを踏まえてです、ね、ぜひ対策を求めておきたいと思います、で続きまして、長寿被害のうちの鹿対策についてもお聞きしたいと思います、鹿の被害は全国的に増えてるんですけれども、北海道でも生息数は高くて、長寿被害で63.6 63. 億円のうち、エゾ鹿による被害は58.7億円なんで、ほとんど鹿の被害です。 エドシカは天敵となるオオカミが絶滅をして、暖冬で雪が少ないために自然死の率が減っていると、耕作放棄地の増加などが生息数が増加している要因だという,うに指摘されています、エドシカの生息数を抑制する対策として、個体数管理が行われているんですけれども、ハンターの減少や高齢化の課題になっていると、それから被害防止策として、侵入防止策の改良などが行われているわけです。 あの私先日、十勝に行って話を聞いたときに、駆除後の支援が課題になっているということなんですね、つまりエゾシカは鳥獣保,、えー、保護法で持って帰るか、まえー、埋蔵することになってるんですけれども、まあ、100キロ以上のすごく大きなものです、重いものです、ですから、あの不当投棄もあるということなんですね、それで緊急捕獲活動への支援として、1頭当たり8000円、まあ、交通費等が支給されているわけですけれども、まあ、少なくてなかなか意欲にならないと。 ということなんですで被害を防ぐ防止策を強化するということと、この駆除後の死街の速やかな運搬への支援も強化する必要があるんじゃないかと、1頭当たり8000円という駆除への支援額を引き上げるということや、駆除後のこの速やかに処理する体制整備を強化すべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。佐藤 生生産局長上先生のご質問にお答えします今、先生の方からご指摘ございました、緊急捕獲でございますが、平成24年度の補正予算で計上したものでございまして、全国で30万頭の,その追加的捕獲を目標として措置したものでございまして、捕獲活動に要した経費ということで、日当。 捕獲資材費、移動や捕獲鳥獣の運搬に要する燃料代投資として、大体1トン当たり1万7000というふうに見込んでおりまして、この半分を、 支払うということで、8000円以内の支払いを、捕獲等数に応じて行うこととしておるところでございます。今、先生、ご指摘ございましたように、この8000円以内の単価の引き上げでございますが、実はこれにつきましては、この2分の1相当を国が持つわけでございますが、それを上乗せするところにつきましては、特別交付税措置で措置しておるところでございまして、 実体的にもあの、北海道でおきますと、えー、123の市町村がこの緊急 活動しあの経費を使っておるわけでございますが、91の市町村で上乗せを実施しておるところでございまして、参考までに申し上げますと、えー、北海道の場合、国費による支払いが1棟当たり7400円で、これにつきまして、市町村で上乗せが約6000円がなされていると、このような状況になっておりまして、こうしたものを活用しながら、しっかりとこういうものに取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます上智子さん。 あの今後もです、ね、相当数の駆除が計画されていますので、しっかりした支援をお願いしたいと思います、それから駆除後の有効活用についての支援も必要です。 北海道では有効活用対策として、エゾシカを食肉にしたり、ペットフードの原料にして活用する取り組み、シ、ま、カ、あの日という設定をしてです、ね、行っています、しかし、捕獲したエゾシカの食肉処理施設への売却が13.2%、ペットフード製造業者への売却割合は0.3%ということで、本当にあのわずかです。 今、駆除の対策が先行していますけれども、エゾシカを有効利用する取り組み、出口対策が遅れていると思うんですね、農水省として有効活用に力を入れ,入れるべきじゃないかということが一つ、ちょっと時間がなくなったので、もう一つ合わせて質問するんですけれども、えっと、シカ肉を商品として流通させる場合に衛生管理をしっかり行わなきゃいけないと。 それで衛生管理の基準は都道府県が独自に作成しているガイドラインで対応しているんですけれども、鹿肉を有効利用するために、国としてルールを策定すべきではないかと、これ、厚生労働省に質問したいと思いますけれども、2つお願いいたします。 佐藤生産局長まず最初には私の方から、今、先生の方からご,、えー、ご質問ございましたように、おっしゃるとおり、この食肉としての利活用というのが大事かというふうに考えておりまして、これにつきましては、鳥獣被害防止総合対策交付金ということで、25年度の補正予算で30億、26年度の当初予算では95億計上しておりまして、これによりまして、捕獲鳥獣の,の処理加工施設の整備、 それと商品の開発、あるいは販売・流通経路の確立などの販売面での,その強化を目指す取り組みや、長寿肉の衛生管理および品質管理に関する研修会の開催等について支援しているところでございまして、こうした支援をご使用活用していただきまして、例えばあの北海道の高須町におきましては、捕獲された藻歯科、大体年間350頭でございますが、これを食肉として有効活用しているといったような事例も出ておりまして、こうしたものにつきまして、しっかり各支援を講じてまいりたいというふうに 考えておるところでございます。厚生労働省新村食品安全部長からお答え申し上げます、えー。食用に供される肉につきましては、エゾシカなどの野生鳥獣でありましても、食品衛生法に基づき処に食肉処理業として営業許可を受けた施設において処理を行う必要がございます。 一方、野生鳥獣は飼育環境が管理されておりませんし、また、捕殺される場所が屋外であるということなど、一般の家畜とは異なる独自の衛生管理が求められるということがございます。このため、北海道をはじめ、野生鳥獣の利活用が盛んな一部の都道府県におきましては、野生鳥獣処理の衛生処理に関するガイドラインを作成していると承知しております。 厚生労働省では、野生鳥獣の安全確保のため、現在、厚生労働科学研究におきまして、野生鳥獣の病原微生物による汚染実態調査等を実施しているところでございます。これらの研究成果などを踏まえまして、厚生労働省としてもガイドラインの作成など、野生鳥獣肉の安全性確保対策を進めていきたいと考えております時間が来ております。ははい、はい富友子さん、はい えとまあ、引き続き、ですねぜひあの省庁をまたがってというか連携しながら対策を取っていただきたいということを述べまして質問を終わります。